ッスルワン TV。 今回のナビゲーターはレッスルワン公式サポーターチアワンの筋肉担当、元気やる気、佐伯玲香です。今週のレッスルワン TV はクルーザーフェス2019が開幕、2月13日後楽園ホール大会の速報、さらに一夜明け会見の模様、今週のプロレス学院をお届けします。2月14日はハッピーバレンタイン、プロレスラーはジョニーバレンタイン。というわけで今週は後楽園ホール大会の速報からスタートです。 2.13 後楽園ホール大会のオープニングマッチには上尾大会で復帰を果たした田中岩石が登場。がむしゃらに白星を目指した岩石は真っ向勝負を仕掛けるも、若手の大きな壁土方が打撃の嵐。そして強烈な左右の張り手からフィッシャーマンバスターにつなぎ、岩石を撃破。力の差を見せつけました。なんだよ答えらんねえだろ。レスランの上だよ、頂点だよ。頂点ってなんだよ。できんのかお前、今のお前にできんのか。上ばっか見て足元見ねえで、レスランはプロレス界の頂点か。そんな俺だって分かってるよ。日本のプロレス界で頂点に立とうとか思われるかお前は。お前目線のちっちゃい目線で上って、お前の上はどこまで行ったら上なんだよ。んな自分目線のプロレスやって、あ、プロレスやってる自分が一番かっこいいのか。そんなこと思ったことなんかない。復帰して喜んでんのか。喜んだことなくない。あ、今の自分がいいなと思ったことはない。一度たりとも思ったことない。リング上がってる自分はかっこいいと思ってんだろ。思ったことなんかない。絶対だな。絶対だ。絶対だな。かっこいいとなんて思ったこともない。ああ、思わなくてもよ、態度に出てんだよ。いつも恥かくのビクビクしてかっこいいとこばっか見せようとしてプロレスしてよ、恥を知らねえやつがかっこつきいいことなんか分かるわけねえじゃねえか。本当の恥を知ってからかっこつけろ。一つの試合の負けが自分の人生が変わる、家族の人生も変わる。そんな試合経験したことあるかお前。ねえだろ。もうちょい経験積んでから俺に物言え。行くぞ。先輩が何言ったってな、自分の信念変わんねえかんな。第2試合は佐藤ファンテーラ組対ペガソ正田組。 2.16 足利大会クルーザーフェスのトーナメント1回戦で激突するファンテーラと正田の前哨戦は、この日も軽快な動きを見せたファンテーラが鮮やかなトペでファンを魅了。そして佐藤とペガソのライバル対決が白熱。佐藤を場外に追いやったペガソは矢のようなトペ、再びリングで対峙するとエルボーで激しい火花が。佐藤はソバットを食らってもビッグブーツから渾身のエルボー、さらにストレッチ式オクラホマスタンピートを豪快に決めてみせます。ペガソがパンテーラへの場外ダイブを狙うと、佐藤が阻止してダイナミックなバックドロップ。さらにラリアットを振り抜いて一気にフィニッシュへ。がソバットの連打で流れを変えたペガソが変形のミチノクドライバー、そしてファイヤーバードスプラッシュで急降下すると、
勝負あり。ライバル対決を制したのはペガソでした。9分31秒勝者ペガソイルミナル。久しぶりに後楽園という地で戦えて、まあペガソの中身がどうだろうか、まあ、俺は誰か分かってるし、俺はあいつだと思って、こういうバチバチの試合ができるのはあいつだけしかいないと思ってやってます。まあ、今年は僕自身大事な勝負、大事な年で、絶対いい年にして勝負かけたいと思います。第3試合は木村花、飛鳥組と米山香織、高瀬美雪組のタッグマッチ。11月と12月の後楽園大会で米山のチームに敗れているフローリッシュ、その借りを返すべくアグレッシブに仕掛けていきますが、米山のアクロバティックな反撃が決まると、飛鳥が捕まり苦しい展開に。博士のダイビングギロチンドロップは花がカット。すると息を吹き返した飛鳥が逆襲のトラースキックからジャンピングビッグブーツ。そして花も容赦なく顔面を打ち抜いていくと、追撃のブレーンバスター、さらにミサイルキックを直撃させ、スリーカウントをダッシュしました。自分は本当は米山さんからスリー取りたかったんですけど、まあどうしてもターゲットが高瀬になっちゃう、そこまで私たちはバカじゃないんで、楽しく試合ができました。第4試合は8人タッグマッチ、30分一本勝負。新木場大会の誤爆が原因でどこかギクシャクしていた曽谷と稲葉、しかしこの日はスムーズに連携を決め、チームの結束をアピール。空位となったタッグ王座戦線へ向け注目が集まった一戦は、目まぐるしい主導権争いが繰り広げられると、気合で勝機を引き寄せた稲葉が得意技を連発して足野に猛チャージが、ライジングバスターでもスリーカウントは奪えません。ここで一瞬の隙を見逃さなかった足野がアンクルロック、慌てて曽谷がカットに入りますが、満を持して放ったワイルドボンバーは稲葉に誤爆。すると足野が曽谷を排除して必殺の T ボーンスープレックス、豪快な一発で稲葉に引導を渡しました。おい稲葉、曽谷、おい、これがよ、おい、聞けよ、俺はお前。まあよ、これが差だよ、差。レッスルワンで一番メインでやってた人間と、前座でやってた人間の差だよ。もう分かったから、そっち帰れ、俺は。もうね、今日はそんなこと言いたいんじゃないんだよ、俺は。俺自身1月5日にベルト取られました。ティーホーク。ストロングアーツに取られました。でも今このままレスラーの中でただやってるだけじゃ多分まだ勝てない、だから勝つために俺がやりたい相手、大田区の大会でシングルマッチ会社にお願いして組んでもらいましたよ。お願いします。
スペシャルシングルマッチ、芦野翔太郎 VS 大日本プロレス関本大輔。レスラーのリングでやります。やるからには今大日本のチャンピオンである関本大輔、俺が必ず倒します。はあ、おい、強くなってちゃんとレスラーのリングに貢献できるように、今の悪夢のようなストロングハース政権を俺がぶっ潰すんで。以上です。向こうのタッグチームどうなってんだ。アレハンドロ正幸は今日で2回目だ、2回目だ。向こうのタッグチームよりどうですか、正幸。まだまだ。こっちの方が、こっちの方がタッグチームとしてチームワークいいんじゃないですか。まさゆきさあ、そった以上はやるよ。だけどまだ始まったばっかりだ。来たるべき時を大田区目指していくから。はい、アレハンドロ最後締めて。はい、まさゆきもアレハンドロ2人でタッグチャンピオン目指します。そい、アレハンドロ。なんでお前の前に出てくんだよ。押されたんすよ。押されたって誰に押されたんだよ。押されじゃねえよ。せっかくのチャンスなんだぞ、お前。そんだろ、分かってよ。タッグチームだとは、せっかくお前とタッグのベルトを狙っていこうと思ってるのに、なんでそうなるんだよ。僕だって一緒ですよ。でも押されたから。頭からだ、全部そうだぞ。最初から最後まで。最初は僕言いました。意識合ってねえじゃねえか。違うか。なあ、僕言いましたよ、最初。何がだよ。これで行きましょうって。普通あれだろ。普通あれやったらこれだろ。おかしな話だ、お前。じゃあ誰に押されたんだ。お客さんか。選手ですよ。見てないか分かんないですけど。ふざけんじゃねえよ、マジで。なあ、結局こうなるじゃねえか。そんな僕だって今のお前とじゃタッグ組めねえだ。いや、今お前の今の今まで組めない。そんなこと言ったら僕だってソヤさんと組めないですよ、今のソヤさんと。何があんな誤爆ばっかりするソヤさん。うるせえな。なんでだよ。お前のがおかしいだろ、今日は。俺おかしくないでしょ。なんでだよ。じゃあお前おかしいのか。俺おかしい、ソヤさんがおかしいですよ。俺がおかしいのか。お前がおかしいよ、絶対。なんで出てくるんだよ。だから押されたって言ったじゃないですか。押されてねえよ、ふざけんじゃねえよ、マジで。今のこの息の合わないチームじゃ何にもできないですよ。何もできない、分かってるよ。こっちから、こちらこそですよ、本当に。もうソヤさんと組めませんよ、こんなんじゃ。はこんなんじゃ組めませんよ。組めよ、こっちのこの成立だよ、本当に、マジで。ふざけんの、マジで。何言ってんすか、ソヤさん。ふざけんの、プロレスの基本だろ、タクシーの。なんだろ、ふざけんじゃねえよ。リング上でも言った通り、俺自身個人としてマンファンテリブル、レッスルワン、さらに上に上げる、そしてストロングハーツ、ティーホーク、あいつから俺がベルトを取り返す。でもただ今のまま再挑戦しても、その資格はないと思うし、もう一回ね、一からじゃないけど、それでも団体を引っ張ってきたっていう自負はあるんで、それだったら他の団体のトップの人間と、やらせてほしいと。今までやってこなかったことは2019年挑戦していきたいなと思ってます。ただレストランのリングに呼ぶだけじゃなくてね、俺たちアンファンテリブルも外に出ていくから、それがレストランに還元できるように俺らが一番動いていく。それがね、アンファンテリブルの今年の目標ですよ。クルーザーフェス2019の戦いはアンディ・ウーと吉岡誠輝のライバル対決で幕開け。 11.25 本庄大会、12.17 熊本大会と、裏切り者吉岡にシングルで連敗を喫しているアンディ。雪辱を誓いこの1回戦に臨むも、場外戦で劣勢に。それでも丸め込みで突破口を切り開き、リングに大きな円を描きエビ固め、相手の動きを封じ何度もカウントを迫りますが、決定打とはなりません。ならばと投げっぱなしドラゴンから鋭い顔面蹴り。これを2で返されると最終奥義フェイフォンを狙いますが、
これを読んでいた吉岡は踏み絵で逆襲。白熱の打撃戦では吉岡がエルボーをズバリ。スピンキックを被弾しても強烈なカウンターをお見舞いするとバズソーキックをぶち込んでカバーへ。カウント2で返されても攻撃の手を緩めない吉岡はスタイルズクラッシュの体勢から脳天を突き刺す新兵器でアンディを完全粉砕。ライバル対決を制し2回戦へ進みました。吉岡正義、ただストロングハーツ入っただけと思ったら、なかなか強くなってないねんか。まあ、これからもう負けだけど、やりがいあるし声がいいから、これからもずっとお前を狙っていくからな。セミファイナルのトーナメント1回戦はカズ林対エル・リンダマン。カズ林に俺の靴をペロペロと舐めてもらう。直前会見でも挑発的なリンダマンに静かな怒りを燃やすカズ。試合はカズがトペスイシーダで先手を取ると、舐めろと言わんばかりにリンダマンを挑発。愛するリンダマンも唾を吐きつけ意地の張り合い。カニバサミでサードロープに叩きつけたカズは背中にライオンサルソー。しかしリンダマンも得意のスープレックスで徹底応戦。カズがジャーマンを着地すると怒りの連打。なりふり構わぬリンダマンはコーナーマットを剥がすもレフリーが制止。がここでレフリーが巻き込まれるアクシデント。ファイナルカットから逃れたリンダマンはジャーマンと見せかけ急所蹴り。そして急所攻撃のオンパレードからスクールボーイで丸め込み、まんまと社長狩りに成功。1回戦を突破しています。おい、お前は男の中の色男とか呼ばれてるらしいな。男に二号はない。さあ和林、男らしくここに来て。おいでおいで、膝を立ててこの俺の靴をペロペロと舐めてもらうからな。さあどうぞカズ林。林さん、あんなやつの足舐めちゃダメですよ。林さん、お前分かってねえな。レッスルワン所属のくせにレッスルワンの客が今まさにこのカズ林のペロペロを見ようと楽しみにしていたところだ。お前が俺に文句があるのはよく分かった。だけどな、
お前が文句がある。この俺とやるには決勝まで来なきゃいけない。その前に吉岡誠輝と当たるんだよ。お前ごときが吉岡誠輝なんて勝てるわけないけどな。俺も仲間とやるのはあんま好きじゃねえからよ。まあ無理だと思うけど、とんどころ俺に文句があるんだったら頑張ってトーナメント決勝まで上がってこい。そしたら俺が相手してやるから。メインイベントはレッスルワンとストロングハーツの全面対抗戦、4対4イリミネーションマッチ。復帰戦の立花は新顔シャオシのトリッキーな動きに苦戦しながらも、どんどころとコンビネーションを決め形勢逆転。そして STO で叩きつけるや変形オリンピックスラムで先制の3カウント。劣勢となったストロングハーツは復帰後後楽園初登場となる山村がハイスピードムーブで巻き返し、変形道のくドライバーでマットに突き刺すと、スターダストプレスをズバリ。これでスコアはイーブンに。まだまだ暴れ足りない山村は近藤を挑発、キングコングラリアットをかわしエプロンに追いやると、顔面への連打。近藤がオーバーザトップロープで失格に。しかしただでは沈まない近藤、スワンダイブを狙った山村に竹刀を投げつけると、とんどころがドロップキックを直撃させ排除。背後から忍び寄ったシーマがスーパードロル、さらにパーフェクトドライバーを決めカバーへ。ここはなんとか肩を上げたとんどころ、しかしその後もペースを取り戻すことができず無念の失格。これで1対2、レッスル1はイケメンを残すのみ。ここでもストロングハーツの連携が冴え渡り、イケメンは絶体絶命のピンチ。それでも勝負を諦めないイケメンが驚異の粘りを見せると、シーマの串刺し攻撃を回避。自身もエプロンに追い込まれたものの、ティーホークの突進を迎撃して、イケメンスラッシュ一戦、シーマを脱落に追い込みます。両軍後がなくなると外敵チャンピオンが圧巻の畳みかけ、投げ捨てパワーボムから一気火星に攻め立てナイトライドが炸裂。さらにダメ押しのケルベロスで襲いかかると、受け止めたイケメンが強引に抑え込み、決勝の3カウント、レッスル1の大逆転勝利となりました。おい、レッスル1チャンピオン、おい、おめえに勝ったぞ俺。まず一言、いや一言、俺に挑戦させろ。オーケーオーケー、確かに俺は今お前に正真正銘スリーカウント取られた。それは俺も認める。おい、なんだってお前、このベルトはレッスルワンの人間が巻かなくちゃいけないベルト。おい、今リング上見てみろ、巻いてんの誰だよ。ティーホーク、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 
まあいい、俺も男だ。お前のその挑戦受けてやる。ビッグマッチ。レッスルワンの急遽決まった大田区体育館3月21日、ここのメインイベントで俺が挑戦、どうでしょう。申し分なし、受けてやるよ。まあお前らがよ、3月21日タイトルマッチやるの、まあそれはいいよ。俺もよ、3月21日は関本大輔とシングルマッチやるからよ。まあそれはいいよ。でもお前ら、おい、俺らアンファンテレビのこと忘れてるだろ。おい、3月10日後楽園もあんだよ。おい、そこでよ、お前らも同時に潰してやるよ。ああ、やってやるよ、俺も。じゃああれだな、これが前哨戦で、で俺はこの試合で芦野に勝って、しっかりと万全の状態でてめえに挑戦してやるよ。あとおめえもぶっ潰してやっかんな。アンファン、そしてイケメン、おい、その他いいよ。俺たちストロングアーツは逃げも隠れもせんからよ。結局ここのナンバーワンのベルトを巻いてるのはこの俺、そして俺たちストロングアーツが今中心だからよ。おい、いいかイケメン、2019年走り出すのは恋でもない、足のでもない、俺たちストロングアーツだからよ。お前ら楽しめしとけよ。バッキョー、山村、はい、おやれるだけやったやろ、もうバッチリやん。お前タフすぎるよお前は。まあ正直、まあ今日乗り越えたのはマジででかいんで、まあ、チームとして負けたんでまだまだダメですけど、また来月あるんでしっかりこの蹴りをつけたいと思います。おい、俺が出る間なかったからな、サウスはスコーピオンも出る間ない。お前出すぎやんな、もうお前攻めて攻められ、因縁作り作られよ、お前 T チャンピオンやで、おい。ほんとだ、最後、まあ、イケメンに落とされて、はい、2対1で追い込んだとこだけど T も取られてもうたから、まあ、3つ取られたのは事実やから。まあ、そうっす。でも大田区1対1で、はい、修羅場の角違いにしたって。いや、でもほんとそうっすよ。イケメン、お前な、みんな普段チャラチャラおちゃらけでマイクしてるけどよ、お前そんなんじゃ、お前3月21日、大田区、お前5分で試合終わるぞ。ああ、覚悟違えんだよ、お前。なんかお前、レスラーのベルトが、ここのいるレスラーが巻かなきゃいけないベルト。誰が決めたんだ。そうだよ、お前、現実見てみろ、お前。ああ、夢だけじゃプロレスなんかできねえんだよ、お前。秘密はこれだよ、これ。おい、死んではよ、悔しがってるかもしれんよ。足のもそうや、足のなんかもむき出しになっとるやねんか、アンファングなんか全員よ。おい、レスラー、熱くなってきたんやろ、それから今日。北側全部解放しだしたな。おい、これからや、これからや、ちょっとずつ増やしていってよ。おい、フルハウスになったコーラゲンホールで満杯になった時がストロングハウスのデスの侵略完了や。いいか、デスワンのリング上とデスワンの会社に対しての思いは違うから。会社に対しては何回も言ってるように、俺らは一番最初に拾ってもらった恩があるんや。恩は必ず返すからな。でもな、リング上は別や。今 T ホークがベルト取ってる、それからタイプのベルトも返上になったやろ。山村もこのコンディションで来てるんや。 OWE も4月に日本上陸する。そして今現在進行形で吉岡、リンダマンが今日2人とも来るぞ。トーナメント勝ってるんや。おい、2人で来るぞ、どっちでもいいや、行ってもらってな、頼むで。まあそうっすね、まあ今日とりあえずクルーザー1個勝って、まあ決勝まで吉岡さん上がってきたら、まあもう心の限りぶつかりましょうよ。まああんまり仲間同士はやりたくないんで、まあ飛んどころとか上がってきても、あいつなんか俺に恨み持ってるみたいだからよ、今日で。それはそれで楽しみだな、どうすか。まあ、なんかその、生きがってる飛んどころは生きがり方か教えてやろうよ。新木場で俺が飛んどころに
生きがり方ってものを教えてやるよ、教育してやる。お前ブーイングでビビってる場合ちゃうぞこの野郎。おい唇ブルブル震えてたやないかこら。お前な、名前返してほしかったわ。いつでも来いよ、愛着持ったところで。次は俺がお前を豚所に改名させに行ったるからな。おいいね。ストロングハーツのやり方で全世界で侵略するから。3月の後楽園三軍太鼓やろ。おい、Tも芦野もイケメンも入るっちゅうやったらよ、まとめてやったら頼めて。現場は T が大将やから。まあそういうことだ。おいか、三軍対決3月10日。おい、お前ら3月21日大田区までたどり着けんのかな。おい、俺たちはいつでもお前らを潰しに行くやろ。なんでかって、それは今現にレッスルワンナンバーワンはこの俺、そして俺たちストロングアーツだからだ。3月10日後楽園、お前ら覚悟しとけ。レッスルワンとストロングハーツの全面対抗戦は1対2の状況まで追い込まれましたが、イケメン選手が劇的逆転勝利。ビッグマッチ 3.21 大田区総合体育館大会での王座戦を指定しました。後楽園大会で開幕したクルーザーフェス2019はリンダマン選手がカズ選手、吉岡選手がアンディ選手に勝利。ストロングハーツの2人が1回戦を突破しています。そして私サイキレイカは後楽園ホール大会でレッスルワンへの入団を発表させていただきました。レッスルワンは私がプロレスと出会った場所であり、プロレスラーとしての原点です。尊敬する武藤敬司選手をはじめ所属選手の皆様のもとでより一層プロレスラーとして高みを目指していきたいと思っておりますので、引き続き応援をよろしくお願いいたします。さあ続いては後楽園ホール大会の翌日に行われた会見の様子をご覧ください。昨日の後楽園ホールでストロングハーツそしてチャンピオンの T ホークから勝ったわけではないけど、一応勝利は勝利ということでこの挑戦権を手に入れました。レッスルワンにもうかれこれ5年います。チャンピオンシップへの挑戦、チャンピオンシップへの挑戦、あちょっとあれしてください。チャンピオンベルトへの挑戦は3度目になります。河野さん、足の、一度も取れていません。3度目の正直じゃないけどレッスルワンじゃない選手のチャンピオンから3月21日の大田区体育館、ビッグマッチ、初の大田区体育館でのビッグマッチでこの俺がイケメンが、このチャンピオンベルトを手にしたいと思っております。頑張ります。フィニッシュ。昨日の後楽園で、イケメン選手に、スリーカウントを取られたのは事実ですし、それを認めた上で、3月21日レッスルワン大田区総合体育館大会でこの無差別のベルトをかけて、やるわけですが、正直まだそのイケメン選手というものをあまり僕がよく分かってないっていうところもあるんですが、前回やったその足の選手とは全く異なる感じの選手なのかなとは見受けてます。そしてね、昨日あのイケメン選手がリング上でこのベルトはレッスルワンの選手が巻かなくてはいけないベルトだと言っていましたが、現実問題今巻いてるのは僕ですし、結局今このレッスルワンのリングの中心でかき乱してるのは僕たちストロングハーツだと思うんで、もちろんそのチームとしてもですが個人としてもこのベルトはレッスルワンの選手じゃなく僕が持っていた方が光ると思うので、しっかり大田区では防衛したいと思ってます。
春のビッグマッチ 3.21 大田区大会の第1弾カードとしてレッスル1チャンピオンシップ T ホーク選手 VS イケメン選手、芦野選手と大日本プロレス関本大輔選手の一騎打ちが発表されました。早くもビッグマッチにふさわしい豪華カードが決定。春の大一番見逃せません。続いては今週のプロレス学院です。 VTR マッスル。じゃあ今日は、ブレーンバスター、ブレーンバスター分かる、はい、まずはあの上げる方よりも受ける方が大事なんで、はい、受けの練習からいきます。はい、この上を倒立、倒立いける。今ケツから落ちちゃった、はい、ケツから落ちると首がガクンになるでしょ、はい、痛いからちゃんと最後まで、はい、はい、よし、はい、ブレーンバスターの上がりで大事なの。これプロレスでよくほら嘘でしょと言われるのが、はい、例えばこれブレーンバスターでこうやって上がるときにこの人は自分から上がるんだよ、はい、なんでかっていうと自分から上がらない重たい人、例えば全然上がらなかった、上がらなかったこの辺でドーンと落とされたら首から落ちるよ、はい、受け身ってそういうことなんだよ。危険に落とされないように自分から上がる。そしたらどんなに落としてもめり込んで落ちることはない、はい、だけど全然自分から上がらないで力入れてないでね、こうやってグーッとかもうガーンっていってるよね。だから自分から上がることが大事で、これがプロレスの受け身、上がりが弱い。まあ、それで落とされたりもどうなってた。首から言った。言ってたよね。危ない受け身なんだよ。はい、今首。今ちょっと落とされてます。首です。そうだね。上までもう一気に、こっから一気にここで通されたと。はい。こっからなんか紐で腕ピンと通されたと。はい。思いっきりジャンプ。はい。全然ジャンプできてない。投げられた方が楽だと。感覚が分かる。なったでしょ、はい、もうあれは、ね、危険に落としようがないの、あのちゃん垂直落下で落としてもこっちは体重ちょっと向こうにあるだけで首から頭は落ちないから、はい、ただ一番危ないの この辺で落とされる、はい、足も伸ばさないよ、はい、遅いな、ちょっと重いでしょ、遅いね、足がピーンってするのも遅いし、ケツが上るのもまだ遅い、まあ、まあちょっとまだ時間かかりそうなんで、まあ、時間かけてできるようになるので、はい、ただまあやらなきゃいけないこれだけじゃないから、はい、まだまだいろんな受けもあるしいろんな攻撃もやらなきゃいけないから、はい、あと何月何ヶ月、あと1ヶ月半ぐらい、そうだよね、はい、もう時間ないよね、はい、やばいよね、はい、うん、あのまずはいろんな人の部位を見て、はい、ブレーンバスターのどうやって受けてるのか、はい、ビハインドどうやってやってるのかっていうのを研究してイメージトレーニングして、はい、じゃあ練習続けてください、はい、はい、やっぱ試合だと結構選手の皆さん簡単そうにやってるんですけど、いざやってみると結構難しかったです。またできるように練習したいと思います。どの辺が難しいですか？イメージした通りにできないっていう、足を伸ばしたりっていう、綺麗に受け身が取れないっていうのは難しかったです。もうちょい、もう少し研究して、はい、できるようになりたいと思います。現在プロレス総合学院では発揮生を絶賛募集中。現役プロレスラーによる懇切丁寧な指導、6ヶ月でプロレスラーデビューも夢ではありません。ぜひプロレス総合学院で皆さんの夢を叶えてください。続いて2月16日栃木県足利市民プラザ大会の対戦カードです。メインイベントはブルーザーフェス2019トーナメント1回戦、
前年度覇者アレハンドロ選手 VS トンドコロ選手、エルイホデルパンテーラ選手と浅田選手の1回戦も行われます。今週のレッスルワン TV もお別れの時間となりました。来週は2月15日プロレスリングマスターズメインイベントの模様、そして2月16日足利大会の模様をお届けいたします。今回のナビゲーターはチアワンの筋肉担当元気やる気佐伯玲香でした。レイタンチのおたけびうらら。